どうもシャーペンです。今回は本日1月18日のモンストニュースにて呪術廻戦コラボ追加情報のマヒトの降臨が発表されました。もともと第一弾で究極として降臨しているキャラクターなんですけども、今回は超究極として降臨ということで、ただ予想としてはコラボの終盤というか最後の長期になるかなと思ったんですけども、まあ、この段階で来るということはまだ何か控えてるんじゃないかとは思っちゃいますね。ということでこの動画でマヒトをはじめとしたコラボ追加情報に関したものをまとめていこうかなと思います。でそれ以外の情報もニュースで発表されておりまして、それに関してはニュースの当日にギミックが判明していたら明日投稿していなかったらすでに投稿済みとなっているのではないかなと思われます。ということでクエストの仕様に加えてニュースで発表されていない性能やギミックの詳細等をご覧ください。どうぞ。呪術廻戦コラボ第2弾2つ目の超究極は光属性マヒトでございます。属性もそうですけども、このイラストの状態で実装されるってことも意外でしたね。で初降臨が今週土曜20日の19時からとなっております。でクエストの仕様なんですけども、クリアをすることで今すでに実装されているマヒトに進化解放されまして、いつでも進化可能な状態になりますと。でこの通常形態のマヒトに関しては追加のところで復刻しているんで、今からでも運極の作成可能ですね。なんなら気にするんであったら2体分運極を作って送ってもいいですね。クエストの仕様としても直ドロ形式じゃない通常の降臨なんで作成しやすそうですね。であとニュースでの発言もあったらしいんですけども、同じくクエストをクリアすることで進化解放されたディオは、このニュースの画像の表記でステータスは一緒だよって書いてあったんですけども、今回このマヒトのニュースの画像を確認するとこの記載はないんで、通常形態のマヒトとは性能は違うんではないかなと思われます。まあそもそも属性も違いますからね。まあしかももうちょっとで3年前のキャラクターですし、さすがにガラッと変えてくれそうですね。でそしてクエストをクリアすることで既存キャラクターの属性違いの形態解放される、まあ、超級クエストの前例っていうと、まあ、フェアリーテールコラボのゼルフや仮面ライダーコラボのオーズが該当してますね。属性が変わらなかったこと含めると、まあ、ブリーチコラボの一丸銀とかアイゼンソウスケもこれでしたね。個人的な感想としてはこの2つのクエストは両方とも、まあ、ある程度難しかった、1回クリア形式の長距離の中だったら、でも結構楽しかったというかいいクエストだったなって印象の記憶がありますね。今回ももしかしたらそういう立ち位置にあるかもしれないと。でさらにやることはクエストのクリアに加えてミッションもありまして、超究極のマヒトが降臨する日の朝4時にミッション解放されて、多分それがマヒトのクエストに関したものになってると思うんですけども、それを含めたミニメカマルミッションを11個達成すると限定の称号とボイスセットが獲得できますと。まあただこの段階でまだストライカーカードに関して情報発表されていないんで、まあ、このことからまだ何か来週控えてんじゃないかっていう予想ができますね。といった形で超究極のマヒトが土曜日の19時に降臨します。でさらにこれに加えて同じ日の12時に降臨するクエストがありまして、渋谷事変上後と、このクエストをクリアするとアイテムを入手できる封印箱をゲットすることができます。でクエストの仕様なんですけど、まず最初はこの3つの制限がかかっていると。水戸紋章の効果が無効化、攻撃力と友情コンボで力が半減している、で友情コンボ禁止っていう、なのでこの状態でクエストやるってちょっとなかなか面倒くさそうなんですけども、ただこのクエストの制限は対応したミッションをクリアすることで解除できるんで、内容としてはこのようになっております。水戸紋章の効果はコラボキャラクター1体以上でこの渋谷事変の上後のクエストを3回クリアすると解放されると。でデバフ効果に関しては家入翔子1体以上編成して豪絶をクリアすると解放、友情コンボ禁止はミニメカマルミッションを8つ以上達成で解放なので、まあ、これに関しては、まあ、今すでにミッションしっかりやってる場合は最初から友情コンボは解放されているんではないかなと思われます。でそしてこのクエストをクリアするともらえる封印箱は1日2回まで獲得できると。なのでとりあえず毎日2回はやるべきですね。でアイテムの内訳はこのようになっておりまして、19個のアイテムと五条先生のグッジョブで20個ですね。でこれ重複なしで1個ずつもらえるんで、出る順番もランダムにやってるんですけども、最終的には20個全てのアイテムが獲得できますと。でそれ以降だったり同じ日に3回クリアした場合は根気がもらえるんで、これは無限なんですよね。だからもしかしたら根気集めの場になるかもしれません。ということで土曜日からはこれも忘れずに毎日2回クエストクリアしていきましょう。続きましてマヒトの性能をご覧ください。どうぞ。ということで18時の使ってみた動画にて性能判明したんで見ていきましょう。アビリティが重力ワープ時代の主要3種のギミックに対応しておりまして、しかもそのうち2つが超アビリティ、なんなら内容としても超 AGB と超マイス M って両方とも優秀な超アビリティと言えますし、であと味に対してはまあゲージなんで時間殴りだけなんですけども、2倍の火力を出せる味キラ M を持っていると。で短縮できる SS はまあシンプルな分身効果のある自強化でいいんですかね。で友情コンボは白爆発 EL と、まあ、火力こそないんですけども高い誘発性能を発揮できますね。ということで伏黒当時に続いても優秀なアビリティと貫通超 AGB で白爆発 EL と役割がはっきりしている友情コンボで、かなり強豪多いんですけども、どけさことに上枠にもなりますし、これもコラボ条件だからだったらかなり優秀ではないかなと思います。なんかすごいですね今回の超級キャラクター。ぜひ頑張ってクエストをクリアして解放したいところなんですけども、最後にギミックはどうなるんでしょうか、ご覧ください。いやということで今放送紙も降臨して、まあ、周回していくかと思ったらデータ更新流行りまして、まあ、なんと早くも19時18分ぐらい今に判明しました。久々になんか2日前に出てくれましたね。っていうのはちょっと難しい可能性もあるんかなと思っちゃうんですけども、こっちも出たのか、ちょっと12時の、あ、そうか、情報のやつはコンテンツだから出ないのか、あれは始まるまでわかんないけど、とりあえず、はい。ワープ魔法陣対策必須級、ウィンド登場するようで、属性効果超アップなんで、まあ、闇属性一応、火力高いけど、でも火ダメもちょっと怖いかもしれないですけどね。
で、弱点効果アップ。ワープ魔法陣って誰だ？またでもなんか、魔法陣絡めてくるんですね。ワープ魔法陣で、まあ、一応、激死を、これにしといて、闇属性にすると？あー、この辺になるんだ。あ、いい実践、回になってない。順当にでも火力出せそうだな。耐性もあって火ダメ軽減できるし。反射有利って言うんだったらここにしたいですけどね。ただこれは栗崎だな。でもそうですよね。あ、そうだやっぱり。ってなると貫通なのか。で、栗崎なんかどうやら SS が、なんか弱点に触れた回数によってパーセンテージ上がっていくよって仕様なんで、まあ弱点殴りやすいクエストになるのか、その栗崎寄せるとしたら、まあ、アクセ、火ダメでかいとしてもアクセルでどんどん短縮できるし、栗崎軸なんかな？で、だと貫通なのか。で、ああ、でもガブ、なんかガブすごいな。なんかめちゃくちゃちょくちょく来るな。ああ、でも普通にガブ強そう。なんなら、一応ウィンドにも対応というか、ウィンドもこちら側をね、強化できますからね。意外とこれガブがめっちゃ強い可能性あるな。毒も割合だから、まあ、栗崎と似た強みというか、こっちも割合で削っていくよってクエストだったら、あ、これガブ入れたいな。で、あ、てか、反射にすると、こやつがいるのか。これ反射ダメだろ。こやついるとしたら、絶対反射許してくんなそうだな。そういえばそうじゃん。まあ、属性効果でも上がってるんだよね。ってなると、割合で削っていくか、闇属性の貫通で、ここでも闇少なくない？これって何の目、あ、でも、数珠丸、良さげだな。まあ、とうとう来たかな、数珠丸。殴っていくんだったらここにしたい。いや、ここでもエクスカリバー許されたら、で仮にこれ許されたとしたら、もうそれこそあのディオの再来っすよね。ディオの時も結局 X でいいじゃんってなったから、ディオの館の方で。その後余計に来週降臨するかもしれない超級がめっちゃむずい可能性が出てくるのか。X の是非によっては。まださすがに X 回は最適にしないだろう。こっちも栗崎いるし。まあ貫通だとは見てますけどね。うん、あとダンダー。ワープ魔法陣でしょ。古めの方で。あ、てか、乙骨もいる。そういえば。まあ、強みはそんな活かせないけど。一応割合はなんか重要そうだな。あ、そう、コナン君。まあここでちょっと、まあ、火力は、意外とめっちゃいいかもしれないな。そっか、僕、ワープ魔法陣って一回ゴーゼスで予想したのか。で今んところちょっとガブ入れたいな。ガブガブクリサキクリサキみたいな。あれ、一体じゃ闇属性の貫通というか、ジューズもちょっと入れたい。属性効果一応上がってるし。どれにしよう。やっぱジューズかな。この辺みんな、まあ対応してるけど、やっぱり火力で言ったらジューズまでって結構、入れたくなるんですよ。あ、その加速持ってるわ。加速入れたくなっちゃうけど。やっぱり火力で言ったらジズマルはちょっと期待したいですけどね。リルルも、まあでも悪くなそうか、SS。ってことで、まだ、あ、こ、ワンチャン、あ、でも五条先生、さすがに先生連れてく旨味はないか。とりあえず、ワープ魔法陣で、今のところ激死は縛られてないんですけど、ただ反射にするとね、このまさかの化け物がいるってことで、まあ、ディオの前例はあると思うんですけども、止めるんじゃないかっていう、まあ、一回クリア形式ですし、まあ、ディオの一応あれ周回型だったんでね、一回勝ってください系で、これ暴れさせることはないと思ったんで、やっぱ貫通していく、こっちに栗崎いますし、で、まあ、SS 化粧割合系なんで、そうなると割合とか持ってるガブとかも対抗できそう。まあ、ただ属性効果が近い上がってるんで、闇属性のキャラクターで火力も出していきたい。ってことを考えると、ちょっとジューズ丸ですかね。この辺をちょっと組み合わせたパーティーで初見やろっかなと思っております。いや、でもまさかのここで来るか。
ということで、よかったらコメント欄から皆さんの予想とかお待ちしております。あと、先にチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、もちろん一つ休んでよろしくお願いします。これからもぜひでは、ご視聴ありがとうございました。さひょ。